大会出場歴が30年、トレーニング歴は実は36年くらいあるんではないかという疑惑が湧き上がった木澤選手ですが、木澤選手今パーソナルトレーナーとして10年やられてるんですけど、木澤さんのパーソナルで、正しいフォームだけ教えていただくこと可能でしょうか。余計なことはするなと。ちょっと質問があったんですよ。これちょっと笑っちゃったんですけどね。あの正しいフォームだけを教えてほしいんだと。追い込まれたくないっていうのがなんか見え見えの質問だと。あ、もちろんそれは全然いいんですけど、正しいフォームってじゃあ何なのって話じゃないですか。はい、ないですよね、正しいフォームなんて。正しい歩き方ってないでしょ。別にね、人それぞれ歩き方あるわけだし、こういう歩き方しなきゃダメだよっていうわけじゃないし、まあトレーニングもそうですよね。結局じゃあ正しいフォームって何なのって、じゃあ何が正解かっていうと、まあ僕がよく言ってるのは筋肉がつく、筋肥大目的ならね、あとは怪我をしない、この2つの両立ができれば、まあ多分正しいトレーニングなのかなっていうふうに思うんですね。だからやっぱり成長しないとじゃあ正しいトレーニングじゃないですよね。あの目的が筋肥大であればね、そう考えるとやっぱ正しいフォームっていうのはやっぱ成長しないとダメだと思うんですよね、そのフォームで、じゃあ何が大事なのって、それを追い込まないとダメでしょうって、ですよね。だからやっぱり僕の中ではやっぱ正しいフォームイコール、もちろん動き的なところもあるんですけど、じゃあそれをどこまでやるのかとか、どうやってやってるのかとかの方が大事だと思うので、だからまあそういうなんか正しいフォームっていうのにあんまりこだわらない方がいいのかなと思いますね。動きだけできてても筋肉って成長しないんで、ね、でしょ、正しい動き、まああるのかわかんないですけど、まあいい動きですよね、いい動きをして、それをじゃあいかに重さを持って、そこでいかに効かせてっていうところがトレーニングの一番大事なところになってくるんで、だからまあこの質問された方は、まあ、トレーニング歴が多分まだ浅いと思うんですけど、まあちょっとこう切り替えてね、あのトレーニングっていうのはそういうとこだけじゃないんだよっていうのをね、あの今一度こう、考え直してもらうといいのかなと思います。なので、正しいフォームだけ、教えるというのは、やっておりません。そういうことじゃないね。で逆に言うと、そういうことやっておりません僕は。逆に言うと、木澤さんのパーソナルに行くと、何を教えていただけるんですか。何を教えていただける。はい。だから筋肉がよりあの早くね。はい。発達する術を教えますよ、はい、そこはやっぱり総合的なものなので、はい、動きだけではないのでね、っていうところですね、動きだけで言えばね、本当に動きだけじゃないですか、そこに例えば呼吸があったりとか、リズムがあったりとか、っていうところですよね、そこをやっぱりやっていくと、あ、こんなに効くんだ、こんなに力出るんだっていうのが分かってくると思うので、そこもひっくるめてのと正しいトレーニング、っていうところになるのかなと思って、あのぜひあのそんな追い込まれたくないとかっていう気持ちを捨てて、飛び込んできてください、お待ちしております、これあの正しいフォームっていうのも、例えばその時にこう習ったやつ、ちょっと時間が経って自分が習得しましたって言って、もう一回来るとまたこれ微妙に変化が出たりとか、フェーズで変わったりとかってもちろん発生するんですよね。もちろんそうですね。だから今は、まずこういうことをやりましょうと、でその先にじゃあもうちょっとここを変えましょうというのは、順番にだんだんあのレベルが上がっていくわけなんで、いきなり全部できないですから、だからまずはこういうことができないとダメだよっていうところはやっぱりしっかり抑えたいです。あと当然あれですよね、パーソナルトレーニングっていう言われてるがゆえに、例えば同じマシンのなんかをやるにしても、A さんと B さんだったらやっぱり違う動きが、違うし、そもそももう、この人この
トレーニング向いてないなと思えばやらないですし、こっちの方がいいなと思えば感じやるし、はいはいはい、まあ、例えばラットプルダウンやっててもこっちのバーの方が感覚いいんだったらこっちにしましょうかって思いました。あ、はいはい、それはいわゆる筋肉のつき方だったり骨のこうあれだったり、まあ、姿勢もあるし、あとその人の感覚的なところもあるし、はい、ありますね、はい、そういうのは逆に見分ける目を持ってるからがゆえにパーソナルトレーニングをこう人に対してやることはできるっていう、まあ、もちろんそうスキルですよね。木澤さんがそういうのはもう大丈夫こうできるなってなったのっていう感覚はどのぐらいかかりましたか、初めてから自分が自分の教えるに対して。ああ、でもやっぱりこういろんな人見る中でだん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 分かったんですよ、はいはい、うん、だんだんこういうなんか大まかにこういうパターンができてくるじゃないですか、はいはいはい、女性だったら結構力がバーンと出る人、はいはい、全く出ない人、はいはい、いろいろいるじゃないですか、はい、あと、はい、乳酸溜まりやすい人もいれば、はい、全然 痛み感じない人もいるし、はいはい、まあ、そういうところでいろいろ出てきますよね、はいはい、でもやっぱり根本には自分がこういうふうにやるとこういう動きするとこうなるっていうのは自分の中に蓄積されてて、それを元にしてアドバイスしてそれがその人に対して、あ、でもね、うん、そうですね、まあやっぱり自分の体に置き換えてっていうのもやりますけど、はい、まあ、それはでもごく一部ですね。お本当に初心者の方とか経験浅い人なんかはあれですね、もうなんか僕の中では結構直感でなんか考える時ありますね、うん、はい、多分この人こっちの方がいいなとか、あ、ちょっと一回ちょっとこっちでやってみようみたいな感じで、それがうまくはまる時がやっぱり経験積んでくると多くなってきました、はい、なんかこの間も非常に興味深かったのが何の運動したんだっけな、なんかやってる時にこう腰が張ってますねっつって腰こう丸めて伸ばしましょう、大塚くんのパーソナル、うんうん、一番最初に録画させていただいた時に、うん、なんかそういうのでなんか見抜いてっていうか、うん、それやってそれやったがゆえに大塚の次のセットすごい楽になってっていうな、うん、ああいうのなんかもだから例えば腕とか肩とかやってるんだけれども こっちが張っちゃってるからそっちがうまく動かないっていうのが見て結局わかるわけですよね、うんうん、なんかそれ横で見ててすごいなと思ったんですけど、うん、それやっぱりこう連動っていうか体なんで、なんかその鍛えてる箇所だけじゃなしに全体を見てっていう、そうですね、もう本当にこっちが思ってるように全部の筋肉に効いてくる人って、はい、うちのお客さんでいうと岡さんだけですね。おー、あの人はすごいですね、岡さん、はい、ね、ずっとうちのチャンネル見てる方はご存知だと思いますが、はい、普通のダイエットコースで入った女性で、はい、まあ、今年大会に出るところまで、はい、成長した方なんですけど、はいはい、あの方は本当にここのトレーニングはここに効くっていうところにバッチリ入ってさらにめちゃめちゃ痛くなるっていう、めちゃめちゃトレーニング上手です、ね、まあでも全てがそういうではないので、はい、本当に100人に1人もいないぐらいの感覚だと思うので、はい、まあ、そこに行くためにはやっぱりいろんな種目をやりながら、はい、いい種目を探していくっていうところですね、はいはい、なるほど。いずれにしても一度来て受けてみると、まあ、多分本当に思ってるほど追い込むって感覚が違いますからね、ああ、はい、拷問のように思うかもしれないですけど、ああ違いますよ、ああ、はい、実際の拷問なんですよ。思ってる拷問じゃなくて、はい、リアル拷問、はい、来た人のみを知る、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。